エネルギーナビゲーター大畑晴美がお送りする今週のオラクルカードリーディング。今日は9月の24日から30日までの1週間のジェネラルリーディングで水のカードを選んだ方へのメッセージです。はい、水はですね、先週に引き続きセークレットサウンズでクリソフォラが出てきていますね。水のエネルギーですけど、最近これ多いですね。ずっとこれを引かれている方はやはりクリソコラのメッセージをしっかり受け取ることが大切だと思います。クリソコラというのは、今日またお見せしますけど、これはクワンタムクワトロですけれども、これもクリソコラの一種みたいなもんですね。ちょっと似てます。これクリソコラですね。で、今日はちょっとね、ドゥルーズィークリソコラをお見せします。これはドゥルーズィって言ってこういう細かいね、クリスタルのような結晶がこう岩の上にあるんですね。本当にいいエネルギーなんですけど、これはクリソコラのちょっと上のオクターブのシリカですよね。ジェムシリカになる手前のような石なんでしょうかね。クォーツと水晶とクリソコラの両方のエネルギー持ってますね。で、これはね、本当に触っもうちょっと皆さんにこのエネルギーをお伝えしたいんですけど、本当に喉のチャクラからスーッと、ものすごいこれは瞑想するときに大切な石ですね。で、いずれにしてもクリソコラっていうのはいろんなネガティブなエネルギーを全部こう吸い取ってくれるエネルギーなので、お家に持っておかれるととてもいいエネルギーです。で、水には弱いんですけど、やっぱりちょっと浄化をした方がいいですね。で、本当にね、こうトランキルな、こう静けさを呼んでくれる石ですよね。青ですからね。で、コミュニケーションもしっかりして、そして緑色のハートのチャクラ、ハートの思いをしっかりと声に出してコミュニケーションしていく。自分の本当に愛の波動をしっかりと表現していくというのが大きなテーマの石だと思うんですけれども、やっぱりこのカード引かれた方は、本当に自分のハートの声をしっかりとまず自分で受け取って、そしてそれをしっかりと自分にも発して、ね、声に出してみることがとても大事じゃないかと思います。で、この石はね、そういう意味で本当にハートチャクラにも行きますし、それからこの第五チャクラですよね、喉のチャクラにも行きますし、第三の目から全部この辺りのですね、筋を通してくれるというかね、さっきも言ったように、そのネガティブなものを全部吸い取ってくれるので、自分の本当にそうなんていうのかな、ちょっとあまりにもネガティブなものがいっぱいありすぎて苦しいなっていう時に、クリソコラと一緒にこう瞑想するというようなことも一つはいいかもしれません。はい。で、そうですね、先週もね、いろいろ詳しくお伝えしたんですけれども、クリソコラのアファメーションを一つ申し上げておきましょうね。これやはりさっきも言いましたように、喉とハートのチャクラがメインなんですけども、これは本当にずっとクラウンチャクラまでなんていうかな、しっかりハートのメッセージを受け取って流していったときに全部つながっていきますので、 I use my voice as a tool of creation and love、ね、私のクリエーションと愛の道具として私は自分の声を使いますということなので、先週に続いてこのカードを引かれた方はぜひですね、しっかり自分の思いをね、アファメーション10月の1日に書かれる前に声に出して読んでみるということも大事かもしれません、ね、自分が思っていることをしっかり声に出して、人がいなくても、He's outside. He's just want me to play with him. So, yeah. He's so popular in my video. はい、すいません。テリーのご飯の時間来ましたので。はい。そういうわけで、ぜひですね、自分の考えていることを、こうしたらいいな、こんなことしてみたいなというようなことを、こう、パッとひらめいたらですね、頭の中だけに止めずにですね、声に出して、誰がいなくてもいいから話してみるというのが、何かその波動でまた皆さんのハートにそれがこう回ってきて、あ
勇気をもらえるかもしれません。今そういうことをちょっとひらめいたんですけれども、そんなようなことをやってみるといかがでしょうか。うん、はい。それではこれをずっと聞かれている方、ハートの声をしっかりと受け取ってですね、声に出して自分で表現してみましょう。はい。それでは素敵な1週間をお迎えください。ご清聴どうもありがとうございました。